叔父に聞いた戦争中の話です。私の実家は長崎にあるのですが、叔父は原爆が投下された時には少し離れた死の親戚の家にいたので無事でした。戦争が終わってしばらくして実家に戻ると家の裏にあった井戸が埋められていたそうです。なぜ井戸を埋めたのかと聞くと被爆した人が何人か井戸に落ちてしまったということで もともと水が枯れた井戸だったため、近所のお坊さんに来てもらい、お経をあげて供養してもらい、埋めたそうです。それからは、毎朝、井戸のあった場所にお水をかけるのが、実家の習慣になっていました。井戸を埋めてから十数年経って、少し生活に余裕が出てきたので、その年のお正月にはお酒をかけてあげたそうです。 夜になって、トイレに行こうと外に出たおじが、井戸のあった場所の方に目をやると、そこには、赤ん坊を抱いた、女性が立っていたそうで、ちょっと離れていたにもかかわらず、その女性が、お酒ではなくて、お水をください、と言ったのがはっきり聞こえて、おじが慌てて水を汲んで戻ってくると、すでにその女性はいなかったそうです。おじは、水を井戸の場所に巻き、 手を合わせたそうです。きっと、暑くて、お酒より、水の方が、良かったのでしょう。それではチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。その他のお話も、たくさんあるので、ぜひ聞いてみてください。